はいおおははよよううごござざいいいまますすや、JJ 君、あのーはい、前回、前々回かな、うんあのー、とりあえず、あのー、人生の5大支出ランキングのうちの住宅っていうのを、賃貸併用住宅を購入することによって、はい、支出を無力化することによって、3500万円から5000万円ぐらいのお金を作り出すことができるって話をしたんですよ。はい であのー、最近ね、あのー、めちゃくちゃ家は高くなってて、高い家でもパワーカップルが買っちゃうってことがすごい増えてきてるんですよね。うちの嫁さんの実家のね、隣の敷地もね、うちの嫁さんの実家と同じぐらいの敷地のところに2軒家建って、1>, うんうん、1軒ごとに1億円ぐらいで売られてたのよ、びっくりしたんだけど、誰買ったのって思ったら、俺と同い年ぐらいの,、はい、あの共働きの夫婦が買ってて。はいはいうん コミュ力お化けの嫁さんのお母さんがちょっと話をしたら、うんはい、なんか、あのもう私はずっと仕事辞められないんですみたいなことを奥さんが喋ってたみたいな、ー,ーンを払い続けなきゃいけないんでみたいな、40ぐらいでさ、40ぐらいのさ、うん 子がだが大体同じ年ぐらいだったから、多分40中盤ぐらいだと思うんだよね、共働きで、まあ、貯金も頭金入れてるだろうけど、それでも月ね、30万以上とかの住宅ローンを払わなきゃいけない状態で家を買って、はいで、払い続けなきゃいけないって、多分35年ローンで組んでるんですよ。うん 退職金がある会社で働いてればいいけど、退職金がない会社で働いてた場合、うん、75までどうやって払い続けるのかなって、子供のお金当てにしてんじゃねえのかなとかいうのは考えたりはするんだよね、それをね。で、あの、もしかしたら、あの、両親がね、一人っ子一人っ子のね、夫婦で、まあうん、両親が亡くなった時の遺産とかを考えてるかもしれないけど、うん、これね、遠からずね、あの、この少子化と、 少子化が生んだ弊害として、はい、家とか高級なの変買えちゃうんだよね遺産とかをあてにしたらね、基本的には。ただ、うんうん、遺産をあてにして2家族分のお父さん、お母さん、お父さん、お,お母さんが両方にいてね2家族分の遺産をあてにしながら家を購入したりとかするっていうことをやっていったらうん、うん、もうあの遅かれ早かれ下の世代にはもうお金が残らなくなってきますよ。うんうんうん そこね、1億円で買ったからって言って、じゃあ中古で1億円で売れますかって言ったら、絶対売れない地域だから、うん、そこの家自体が。うん、じゃあ,あのな、土地の価値は残るかもしれないけど、土地の価値も変動するわけですよ。はい、人口が減っていったときに、どういうふうになっていくかって。うん 考えたときに、あのうん、少なくともね、大金持ちが買うんだったら1億円の家でもいいかもしれないけど、中所得サラリーマンが買うんだったら、自分の老後にもお金を残して、子供たちにもある程度の教育を受けさせて、うん、収入所得がある状態で世の中に送り出す、借金がない状態で世の中に送り出すってことを考えると、はい、家なんかにお金使ってる場合じゃないなって僕はやっぱり思うよっていうふうなところを、あのうん、前回までのね、あの動画で、うん。 動画の撮影で話したかったわけなんですけども、はい、あれ、覚えてます人生の5大支出ランキングですね。はい,はいはい。住宅で。2位が保険なんですよね、保険。自動車になったじゃですか、ね。2位が自動車か。ははい、自動車だ。で、3位が保険だ、3位が保険ね。はい、で あのまあ自動車は僕はあの今はレンタルで買えるやつとかもあったりするじゃないですか残価保証付きだったりとかなんかみたいな感じでさ月々1万円か2万円で保険までついてるとかいうのもあるしタイムズとかのね時間貸しで借りれるやつっていうのも都会に住んでたらいくらでも借りれたりするわけだから、はい、あの全体の支出で考えた時に車を毎日使う地域に住んでる人っていうのは車の あのお金っていうのも考えなきゃいけないんだけどじゃあなおさら家のお金はなんとかしろよって思ったりするしね少なく済むようにしろよって思ったりするし、うん、まあその中で保険の1500万円あの住宅の3500万円 この2つを削るだけで最低でも5000万削れるんじゃないか、な,なんなら都会に住んでる人だったら、そのさらに住宅のお金っていうのはかかってくるから、人生の中のお金っていうのを、あのどれだけ削ることができれば幸せになれるかっていうようなことを話したいんだよね。うん、じゃあ、じゃあですよ、保険なんですけど、はい、保険ってさ、自分が必要な保険が何で、どういう保険に入ればいいかっていうのを知ってる人が俺、少ねえなって感じてるんだよね。 ものすごくねなるほどそう保険自体その、うん、間違った保険の知識を持ってる人が、はい、納得して加入するともう見直さないんだよね。うううんうん、うん分かりますこれあの保険って詳しい人がさ営業マンが家に来てくれたりするけど、うん、その人の人柄とかで、はい、あの人が言うんだったら大丈夫だみたいな感じでさ、うん、入ったりするけどさその人もね、うん、生活があって成績が必要なわけですよ。はははいはい、はい じゃあ、必要ない保険でもこれはあった方がいいですねって、ちょっと興味ありそうなやつだったら言うよね。当たり前の話ですよ、そ,ね、そんなのはね。うん、で、その人がいい人だからって言って保険入って、うん、ああ、もう大丈夫だって一回思っちゃったら、もう10年、20年見直さなかったりするのが当たり前だったりとかすんだよね。うん,うん。で、更新型の保険に入ってたりすると、更新のタイミングで連絡が来るから行くけど、一、うん、回納得して入っちゃったものって基本的にみんな見直さないんですよ。うん,うん。で、あの、過分な、 お金を払って保険に入ってる人が多すぎる、本当にこれに関しては。で、保険の知識っていうのはめちゃくちゃあの細かいところまでやっていくと、うんあのー、詳しく知ろうとすると、めちゃくちゃ時間がいくらあっても足りないです、それこそ FP とかの資格取るぐらい勉強しないと保険のことなんて分からないから、今日僕、簡単に落とし込んで、保険を簡単に落とし込んで、はいはい、必要な金額を理解すれば、はい 保険はいらないものが多いよってことについてちょっと説明していきたいなと思うんですよね。おーおーなるほど。はい。これはもういいですよ。これもう神回2ですよ。そ,のそうですよね。ううねあの、元保険屋ですもんね。 そうです僕、元保険屋なんです、しかも <laughs> え。保険屋で必要な保険をめちゃくちゃ研究してたおかげで、自社の商品だけじゃなくて、他社の商品、はい、自社の商品しか研究しない人が多い会社の中で、他社の商品を研究して、他社の商品を友達とかには勧めつつ、はい、できるだけ、できるだけ少ない金額で必要な保証だけを入って、うん、であの得になることだけをした上でもう、あとはこれでいいやっていうふうな状態で保険を考えてきた人間なので、僕は。うん あの簡単に話をしていきたいと思うんですけど、ちょっとフリップ使いますね。うんはい、で保険っていうのは、まず掛け捨てと積み立て型の2つがあるんですよ、お金の払い方としては。わ、はいうん、かります掛け捨てっていうのは、保証が大きい代わりに、はい、もうお金は戻ってこないんですよ、基本的にはね。はいはい、毎月毎月、掛け捨てで入りますよとその代わり、はい、保険会社に全額お金持ってってもらっていいから、保険は、保証は大きくしてくださいよっていうのがあるんだよね。うんうん あと、積み立て型っていうのは、保険会社に運用を任せて、お金を払うことによって、満期金だったりとか、うん、あの学資保険みたいなものだったりとか、うん、あとは生命保険だったりとかで、いくら積み立てたらいくらもらえますよっていうふうな権利を獲得するためのものがあるんですよ。うん、はいはいはい。であの、それと、それをね、例えばね、かけ捨ては定期型って言ったりとかするんだよね、基本的にはね。はいうん、で、あの積み立て型は、あのー 終身で保証が大丈夫だよとかいう風になったりするんだけど、うんはい、それとは別で、あとは医療保険だと定期と終身っていうのがあったりとかしてさ、うん、あと生命保険でも定期と終身っていう使い方をするんだけど、はい、その場合、終身でも、あの、掛け捨てのものもあったりするんだよね。はいはいはい。それがね、ちょっとね、分かりづらくしてるの。うんうん、で、例えば、あのー、医療の定期保険っていうのは、例えば10年間は掛け金が一緒です。 掛け捨てです、はい、であの10年ごとにあの危険率みたいなのが変わってくるから25から35まではこの掛け金ですけど35から45まではこの掛け金ですって言ってこうやってお金が上がってくるんですようん、うん、少しずつ掛け捨てしなきゃいけない金額っていうのも。就寝っていうのは入った時の年齢でお金払い始めるんだけど定期に比べたら若い時の掛け金が高いんだよね。うん、うん 例えば定期だと月々500円でいいですよって言われてたのが、終身だと2000円です。はい、その代わり25歳から入って、55歳になっても月々2000円でいいし、75歳になっても2000円でいいよみたいな感じで、掛、うん、け金を鳴らすことによって、あの、はい、なんていうんだろうな、あの、若い時にちょっと多めに負担することによって、年取ってからが安くなるよみたいなものだったりするんですけど、これがあの生命保険とか医療保険とかで、なんか定期、終身、こっちはどうのこうのってって、みんな頭バカになっちゃう。 わかんなくなっちゃう。うんうん、はいはいはい。あのこん、こんがらがってきて、これどっちだったっけみたいな感じになるから。うんうん、だから、簡単に言うと、どういうふうにお金がかかるのかを知ってれば、基本的には保険なんて入らなくてもいいんですよっていうふうなところですね。何のために保険入るのだって、JJ 君。そもそも。えー、だから、もしもの時のための、その、うん、お金がなかった時とかですよね。例えば、入院とか手術とか。うん そのために保険入ってるっていう。死、うんだときは、死んだときは死んだときも、死んだとき、うん、はお金を残すためとかですよね。家族に。いいね、はい,い,い、ね 今ね、JJ 君がすげえいいことを気せずして言うっていうか打ち合わせなしでやってますからね、これ、打ち合わせなしで撮ってる番組で、<laughs> はい、こんなに僕の意図をくんだ発言が出てくるかっていうのを僕は今びっくりしてるんですけど。<laughs> あそうですか。まず、あの、医療保険なんで入るかって言ったら、もしもの時にお金がなかったら、払えなかったら大変だから入るって言ったじゃないですか。はい。はい、まず後から説明しますけど、後から説明しますよ。はい。後から説明します。少なくとも賃貸併用住宅に買ってる、あの、買ってるか、 あの、貯金が、まあ、数十万ぐらいできてるか、はい、もしくは、あの、何でしょう、あの、貸子屋を一軒持ってれば、基本的に医療保険払えなくなることはありません。これ断言します、基本的にね。おうおうま、まずそこを頭に入れといてください。はい。で、生命保険の話しましょうか、生命保険。はい、生命保険の話もしますけど、生命保険も、はい、あの、とりあえず賃貸併用住宅買ってれば、入る必要ないです、基本的にはね。うん,う,んうん、うん。 絶対にいらない、そんなものは。うん、はい。っていう風なのを頭に入れてもらった上で話をしていきたいなと思いますよ。うん、はい。で、お金が足りない、あの、お金を残したいっていう風なのが、あの、JJ 君が今言ってくれた言葉の中ですごく大事なことなんですけど、はい。あの、家族があの医療保険入った時にお金が足りないのが大変ですよ。はい。そうですよね。払えなかったら入院してって安心して入院できないとか言うけどね。はい。もうまずね、これね、あの、 高額療養費の国の負担制度と全然知らない人が言う話なんだよね、基本的にね。<ー>で、必要なあのお金っていうのを把握してれば、もうな,な,なんにもなんで困ることはないのっていう,ふうな話なんですけど、はい、まず、何のためにあるの医療保険って話をさせていただけますけど、はい、医療保険って大体のものがあの治療金額じゃなくて、入院金額と通院金額、うん。うん で出るような形になってるんですよね。はい、はいはい。じゃあ例えばですけど、あのー、通院した時に出る保険って何でも出るのか？って言ったら出ないんだよね。はいはい、あ、そうなんですか。うん、基本はね。あのーうん、入院に一回入院を絡めないと出ないってことが多いのよ。 おうお,うおう入院するために通った日数の通院が出て、入院をすればその後の通院も出るよっていうのは多いんだけど、なるほど通院だけで治るもので、あの、出たりはしないんですよね。ああ、風邪とかそういうので。 そうそう。風で出る保険なんて聞いたことないでしょ、はい、ないですね。そんなのあったらみんな風で、うん、あの、かかっちゃったりとかするからね。はい,はいはいはい。コロナはあったよ。コロナかかったら出るみたいなのはあった。うん、みなし入院みたいな感じで。あったけど、基本は入院しないと出ないよって、はい、通院だけで治すやつは出ないよってなってて、うん、じゃあ入院の時に何のお金かかるんですかって話になった時に、はい、うん。基本はよ。基本は入院する時も、うん、あのー、 ベッド代とか無料だったりすんのよ。ああ、国の制度とか、そういうことなんですかじゃあ、大部屋だったらね。<ー>なんか、二人部屋にしてくださいっていうので、差額<ー>ベッド代みたいな感じで、プラス何千円とか取られたりすんの。うん。うん、で、個室に入ったら1万円とか取られたりすんの。うん、で、あの、<ー>すっごい高い、なんとか、西南とか病院みたいなところ入院したりすると、差額のベッド代が1日3万円とか5万円とかいったりするけど、そんなのは、 あの、家が金持ちな人がかかる病院だから、はい、普通の公立の病院に通ってたらね、はい、あの、入院自体もね、差額のベッド代もかかりませんよって、はい、食事代は1食300円ぐらいなんだよね、はい、あれね。決まってんだよ。出るのが。で、あの、そのベッド、えー、あの、食事代も、あの、西南とか病院とかですごい高く取られたりするところはあるんだけど、<お>入院した時の自己負担額みたいなの決まってて、まあ、数千円の話なんですよ。はい、その入院した時にね。 本当にあの、二、はい、人部屋とか個室とかに入らなければ。はいはい、で、二人部屋とか個室とかに中所得サラリーマンが入ろうとか考えるんじゃないよって僕は思うわけですよ、基本的に。そこでね、六千円とか八千円とか一日払うぐらいだったらはい、はい、家族で美味しいご飯を退院した後に食べに行けばいいんですよ。毎日取られるわけだから。ただから必要最低限のものがいくらかかるかっていうのを知ってれば問題ないよって話なんですけど、 日本には、はい、あの、極めて優秀健康保険セットがあるわけですよ。はい、国民皆保険つってね、健康保険組合にどっかしらのやつに入ってね、はい、保険証がもらえるわけですよね、皆さんね。保険証もらったら何が起きますか、はい、今、最高の制度がありますよね、はい、とりあえずね。子供無料じゃないですか、丸子で。保険証うん。えっと、そうですね。うんうん あにあるんですかね子供は全部無料なのはいや、もう基本的に子供無料ですよ、子供無料、れこ子供も無料、子供無料の保険証があるからこそ、そうそう最、最強なんですけど、じゃあ、大人は有料ですけど、あの、うん、無制限に払わなきゃいけないんですかっていうふうな話になったときに、さっきもちょっと話したけどね、高額療養費制度っていうのがあるんですよ。はい、これああのまあ 普通の、はい、普通のですよ、普通のサラリーマンよりか、ちょっともらってないなっていう風な人だったら、月々の限度額が5万7000ちょいなんですよね。はい、で、普通のサラリーマンだったら、だいたい月々の負担の上限が8万円なんですよ。はいわかりますこれ、5万7000円とか8万円とかを超えた場合っていうのは、はい、もうそれ以上は払わなくていいですよって言ってもらえるんですよ。 じゃあ、例えばどんぐらいそれがかかるのって、はい、言ったら、手術とかがお金かかるんですよね、基本、なんていうの,その、ただ8万円超える手術っていうのは払わなくていいんですよ、それ以上は。逆に言うと。うん、ただ、それが月の上限だから、うん、月の上限だから、うん、例えばなんですけど、はい、入院するんだったら、うん、あのどこがいいとか、入院が選べるときだったら月、月長月中、月末だったらどこがいいっていうの分かります どこがいいそう、月末なの。なんでかって言ったら、月ごとの上限だから、高い入院費がかかるんだったら、2月に分けちゃったほうがいいんだよね。ああなるほど、なるほど。上限でね。月をまたいだほうがいいってことですね。そう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 。もしくは、それは長引く時の話ね、長引く時の話ね。長引かないときは1か月でまとめちゃったほうがいいの。 月書がいい。そうそうだって、1ヶ月8万円以上払わなくていいわけだから。はいはい、そしたら、40万かかろうが、50万かかろうがあれだから。うん、だからそれが、例えば、あの、二月に分けなきゃ、分けた方がいいよっていうのは、その、長くかかるとき、はい、長くかかるときは月末から入院した方がよくて、はい、短いときは、あの、月中で終わるようにした方がいい。 うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、それで8万円までしかかかりませんよ。5万7千円ぐらいしかかかりませんよっていう状態になったときに、何の心配する必要がる、うん、まあ、差額のベッド代だけは任意だから、あの、払わなきゃいけないから、はい、あの、そこの部分は差額のベッド代がかからないところにさえ入院してれば、はい、プラスアルファで医療費としては取られない。うん、で、あの、食事代は取られますよってっても、うん、一食一、一日かな。まあ、とりあえず一日1000円ぐらいしか取られないですよ。 言ったとしても、うん、一食2百0何十円とか300円とかだったりしてもね、じゃあ、それを1日1000円で3万円用意できない、で3万円と8万円で11万円かかりますよって言われたときに、うんうん、それを用意できる保険さえ入ってれば別にいいし、逆に貯金があるんだったら、そんなの入っておかなくてもいいんだよね。なんなら、月々に1万円の医療保険入ってる人が、年間12万円払ってるわけですよ、掛、うん、け捨てで。ね、うん、普通は。じゃあ、そしたら12万円貯金しとけば、はい 1か月分入院できちゃうんだよ、それで、1年分で。毎年入院する、俺はまだ1回しか入院したことないんだけど、大人になってから。だからもうめっちゃ病気がちな家計の人で、もう人生の大半を入院で過ごしましたっていう家計の人は、子供のうちから早めに保険入っていた方がいいかもしれないけど、そんなのね、貯金で賄えるんです、基本は。 で高額療養費制度っていうのが決められた負担制度があって、中所得者で69歳以下はだいたい8万円ほどの控除があるわけですよね。はいはい、そしたらあ、8万円ほどの控除、8万円ほどの自己負担でいけるわけですよ。はい、そんなのは入らなくていい。じゃあ、別の保険はってことですね。そう、ただ、ただ、ただちょっとだけあの話をさせていただきますと、ゼロじゃない方がいい。またこ矛盾するんだけど。はい でなぜかっていうと、今度は、はい、あの保険料控除のお話になってくるんだよね。保険料控除。はい。保険料控除で。保険料控除の話はちょっと難しくなってくるから、次回にちょっと持ち越します。はい、保険料控除の話は次回に話をしたいと思うんですけど、まず保険料控除のために若干は入っておいた方がいいですよっていうようなお話をしたいですね。はい。はいはい、で、えっ、ー、と、まあ、そうだね。そうそうそう。で、 医療保険に関してはで、もう一個ね、ちょっとね、問題があることがあるんですよ。はい、で医療保険って、保険診療制度って言ってね、はい、保険が効くやつは全部それで大丈夫ですよっていうふうな感じになるから、その中で月々8万円まで大丈夫ですよってなってるんですけど、はい、保険が効かない治療っていうのがあるんですよ。うんど。どんな治療だと思いますか、JJ くん。矯正とかは確か効かないですよね、保険。 ああ、そうね、そうね、そうね。まあ、強制はもう中所得サラリーマンのご,ご家庭でやったりするのはね、賃貸併用住宅買った人はやってもいいかもしれないけど、新築の建売買った人はやっちゃダメですね。はい、そんなところでまた数十万円とか使っちゃいけない。<laughs> 賃貸併用住宅を買って3,500万から5,000万ぐらいを節約してるから強制に回すお金ができるっていうだけの話で。<laughs> 普通に家に買った人はやっちゃいけないって僕は思ってるんですけど、<laughs> <ー>まあまあ、強制とか、あの、ダイエットとかそういうのは聞かないんですけど。美容系ですよね。あ,あんま聞かないのはね。そうそう。美容系聞かないんだけど、うん、美容系の話をしたいわけじゃないんだよね。今、その中小と草ラリーは美容なんかするなって俺は思ってるから、キュウリでも買ってきて、あの、パック貼っとけって思ったりするから。<laughs> はいはい。<laughs> あの、えっとね、先進医療って呼ばれるものであったりとか、<ー>あとは日本で、 あの健康保険の枠組みで治験が行われてなくて認可が下りてない治療っていうのが、はい、あの自由診療って呼ばれるもので、あの、はい、なんつうの、青天井でお金取られるんだよ。それが。うん、であの、何が困るって、まあ、うん 日本の保険制度の中でない、例えばがんの新しい治療がベルギーで開発されてます、スイスで開発されてますとか、はい、アメリカで開発されてます、その治療を受けたいんですって言った瞬間に、自由診療扱いになっちゃって、一、うん、回でも自由診療を受けると、うん、あの、基本はよ、基本は、その保険全体が、あの、3分の1負担じゃなくて、全部全額負担になっちゃう。うんうんうん。3倍になっちゃうってことですね。 そうだね。3分の1になってるっていうのがもう3倍になっちゃって取られるよ。しかも上限額も撤廃されちゃうから、はい、月々の8万円の上限とかいうのがなくなっちゃって医療費がかかるのよ。うんうん、で、これが、あの、よく、あの、なんつう、ドラマとかで出てくる医療費がめっちゃかかる人が、か,かかっちゃうやり方。うんうん で、例えばだけど、ご家族ががんにかかって、日本では治療法を認められてないんだけど、はい、アメリカではスイスではこういう方法があって、万が一助かるかもしれませんって言われた時に、うん、お金の問題じゃなくて、飛びついちゃうことってあるんだよね、やっぱりね。そうなった時に、お金は足りなくなるんです八8万円とか5万7000じゃなくなっちゃうから。はい。さすがに俺も中所得サラリーマンだったら、新しい治療法を試さずに死ねとは言わない。うん。あの、 頑張れるんだったら頑張ればって思ったりするけど、うん、その時に、あの、入っといた方がいいのは、掛け捨てで金額はできるだけ安い方がいいんだけど、うん、あの、掛け捨ての、えっ、ー、と、治療費が先進医療っていうのがついてるがん保険ぐらいは入ってもいいなって思ってるの、俺は。ああ、先進医療が入ってる保険もあると。そう、先進医療2000万までついてますみたいな保険があったりとかするから、はい。あの、そういった保険はちょっと掛け捨てで入ってもいいかなって思うけど、それもね、 50過ぎまでよ。うん。もう50代超えてきて、そんなに一生懸命治す必要ある <laughs> いや、それは何とも言えないですけど。いや、わかんないけど、<laughs> 子供が例えば2人いて3人いてとかさ、はい、いう家庭になってさ、はい、お父さんの治療費のために家族が全員苦しむことになるなら、はい、お父さんはもう生命保険を残して死ねばいいんじゃないかなって思ってんだ、<laughs> 俺は。怖いこと言いますね。<laughs> だって治るか治んないか分かんないんだよ、うん、そんな自由診療でさ。そうですけど。だからもう、あの、今はね、恵まれた時代なんです。あの、病気でほとんど死ぬこともなくてね。うんはい、あの、コロナだってある程度なんとかなってっていう風な時代です。でもその中でね、はい、あの、そういう風な難しい病気にかかっちゃった時は昔だったら100%死んでたんです。 そう可能性にお金をかけなくて突っ込めるんだったらいいかもしれないけど、お金をかけなきゃいけないんだったら、はい、家族、うん、残された逆に家族の人生を考えましょうって思うんですよね、そこは。うん、その時ある程度生命保険入ってたら、あの、うん、なんとかなるじゃないですか。うん、はい。僕はね。 そこはあの、うん、ちょっとあの極論ですよ、極論で言ってるんで、うんあの、批判コメントは受け付けません。なぜなら <laughs> あの、問題を簡略化するために言ってるだけだから、これは。実際、自分がそこになった時にはもうど、どうなればいいとかいうのが、ね、分かんなくなったりとかするから。はいはい、ただ、ちょっとね、今お話をした、あの癌の治療とか、そういうので、先進、まあ、先進医療はちょっと別なんだけど、あのうん、日本の保健制度で認められない、あのなんていうの えーと治療法を試したときに、自由診療扱いになっちゃうって言ったけど、うん、これもね、実はね、あの救済策が出てるんですよ、これ知ってる FP の人、少ないんだよね、えー、実はね、えーうん、FP の人に、ね、聞いたりしたときもえ、その制度知りませんとか言ったりする人がね、えー、多かったりするからね、うん、あのね、がん診療にかかるところでね、患者申し出制度みたいなのができたんですよ。 はあはあ、患者申し出制度。患者申し出制度っていうのはどういうことかっていうと、はい、がんの治療とかで、海外とかで、あのー、なんていうの、普通にその、日本で受けたら自由診療扱いになる、あのー、はい、治療法が確立してたとするじゃないですか。日本では認められてないけど。はいはいはい それをお医者さんにきちんと相談して、はい、その,あの治療を受けることがで、受けるっていうふうに決めた場合は、それ以外のところは健康保険の制度の適用をした、守った上で自由診療もしていいのっていうふうな制度ができてるんですよ、はい。それ以外のところっていうのはどういうことなんですかそれ以外のところっていうのは、えっ、ー、と、ガの治療を日本で、あの、例えば、 あの認められた治療をしている分は3分の1で上限8万円ってなってるじゃないですか。それを海外の認められてない診療をしたら全部があの自己負担100%になりますよって言ってたのをお医者さんに相談してあの、はい、きちんと大丈夫ですよって許可をもらった上で海外の自由診療をした場合は海外の自由診療とかはあの100%負担でも、はい、日本で受けているあの健康保険制度の下で受けている制度については3分の1で。 でも上限8万円が大丈夫ですよってなってたりするから、あの、が、がんの保険とかで500万円まで出ますとか300万円まで出ますみたいなやつ入っとけば、まあ、基本的に、あの、患者申し出制度と併用すれば、自己負担で、あの、飛んじゃうみたいなことはなくなってくるっていう,ことなうん、うん。なるほど、なるほど。これも知らない人が多いの。あの、高額療養費制度をまず知らない人が多くて、 うん、さらにあの、患者申し出療養制度のことも知らない人が多くてってなってくると、んみんな必要以上に保険営業マンの口車に乗せられて、これは必要だなこれ、これも必要だと思うなっていう風な話で入っていって、必要ない保険に毎月1万円、2万円かけるっていう風なことが出てくるわけなんです。それをやめたい、僕は,はい、はい、とりあえず。とりあえず医療保険についての話し,しました、今日はあのはい。 で医療保険については、もうけ捨てでちょっと入っとくぐらいでいいんじゃないかなと思ってて、掛、うん、け捨ての中にがんの保険で、あのちょっと高額な診療が必要になったときに、そのまとまった金額が出るようなもの、先進医療のものが出るようなものにちょこっとだけ入っとけばいいなと思いますけど、医療保険の上限は、あの家族で、うん、あの年間8万円ぐらいまででいいです。うんうん これはあの後から話すあの保険料控除の話と、はい、あのちょっとつながってくるんだけど、それでも、ね、8万円もいらないかもしれないな、年間で。少なくとも、ね、月々1万円以上払う必要はないんですよ。うんうんうん、なるほど、うん、月々1万円以上払う必要は、しかも1人でとかね、家族全員でそんぐらいで済むような感じに抑えといた方がいいなって僕は思ってるっていうことですね。はいまあ、それはもうなぜかというとあの、お金がそんなにかからないからっていうところです。はいうん これをちゃんと理解した上で、少なくとも賃貸併用住宅に入っている人は、毎月本当だったら払うはずの8万円から12万円というのを払わないで、お金をもらって払ってもらえる生活になってますからね、なんならそのお金だけで医療費、あの耐えられますからね、あ、うん、った時は。うん、そういうことなんですね、お金の使い方さえ間違えなければ、自由な生き方をすることができるし、お金に困らない生き方をできるようになるよ。 家にこだわってあの保険にこだわってお金がないような生活をしないようにしてほしいということを今日はお伝えしたかったということですね。で次回はちょっと生命保険の話をちょっとしていきますんで、はい、あので個人年金と生命保険の話をちょっとしていって、はい、であの最終的にあのどういったあのものを入っておけばいいのか入っても損しないのかぐらいの話まではやっときたいなと思います。はい、これはあの 偏見に満ちた僕の個人的な考えなので、僕は中所得サラリーマンの人で、あの、お金の知識があまりない人で、新築の家に憧れて、新車に憧れて、あの、親戚の、うん、あの、保険の営業マン、営業マンつか、か親戚の保険のおばちゃんに言われるがままに保険に入っていて、うん、老後お金がない状態で、ああ、お金足りない、お金足りない、子供たちにお金を、うん、送ってもらわなきゃっていうような人を少なくしたいっていうために偏見に満ち あのーうん、考えを言ってるだけなので、だって効果が出てくるのは20、30年後の話なんだから、結論としては。うん、勝手に予防線を張って終わらせていただきます。はいでは塾長、がとうございましたありがとうございました。